はい、こんにちは。今日も大胸筋トレーニング5分間一緒にやっていきましょう。2023年の最新版になります。まずはツイストプッシュアップスから行ってきますので、胸の横に胸を構えて肩がずつ行いましょう。肩がずつストレッチを感じながら行ってください。ここから膝つきいきますよ。はい、次は肩がずつ行っていきましょう。ワンサイドプッシュアップ、右手を胸の前に手をついて押し上げるように。こうすることで大胸筋の内側が鍛えられますので、しっかり肩がずつ意識しながら行っていきましょう。上げる、8回いきますよ。2、3、4、6、7、スイッチましょう。いきますよ。しっかりこれついてる方の肩が離れるように上げてください。OK。 はい、じゃあ次はワイド&ナロープッシュアップというのをいきますから、これちょっと難しい、ついてきてください。まずは右側、次真ん中、そして次左で、また真ん中、繰り返しますよ。真ん中、左、真ん中、膝つきいくよ。真ん中、次左、真ん中、はい、お疲れ様です。ここから2曲目スタートしていくんで30秒インターバル入りますけど、今日の腕立て伏せプログラムは後半戦がかなりきつい内容になってますから、ここからねついてきてください。次はリバースプッシュアップ、逆手で行ってきますので、逆手で行うと脇が締まりますから、大胸筋のね上部が鍛えられるようになりますので、サビに入ったら一緒に3連チャン続きますよ。頑張って、まずはゆっくり、しっかり丁寧に効かせながら行いましょう。ここから膝つきいきますよ。テンポも上げる、ついてきてね。ここからチェストプレス、手のひらとひらを合わせて大胸筋をしっかり収縮させていきましょう。常にこう内側に内側に力を入れながら OK。 はい、しっかりね今みたいな大胸筋をコントロールするっていうのも腕立てやってる時にはすごく大事なので、肘を伸ばした時に収縮、曲げた時にストレッチが感じられるように、ここを常に意識しながらね大胸筋を行ってください。ラスト3連チャン、きついのいきますよ。まずワイド、手を大きく広げて腕立て伏せを行いましょう。ここから膝つきで、そう、きついけどここから諦めながら頑張って、さあラストスピード、ボトムの方でテンポ上げていきましょう。ラストスパート頑張って OK。 はい、お疲れ様でした。今日のね大胸筋5分間のトレーニングいかがだったでしょうか。大胸筋トレーニング他にも出してますけど、今日のはね結構後半追い込み型なんで、いろんなねプログラム、いろんな刺激を大胸筋に与えてあげると胸の発達もいいですから、
ぜひね、今日はこのプログラム、今日はこのプログラムなど過去のと合わせて飽きないようにね、楽しみながらトレーニングを行ってください。トレーニングね、始めたその日からもうあなたのね、大胸筋は必ずちょっとずつちょっとずつ成長していきますから、諦めないで、継続が大事です。頑張ってね、また一緒に筋トレしましょう。今日みたいな動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。みんな腕立てです。お疲れ。こういうね、僕が作ってるこれ EA ってやつなんだけど、アミノ酸をね、トレーニング中に飲んであげると筋肉のつき良くなるんでね、スポーツやってる人はぜひ飲んでほしい。運動中とかトレーニング中。あとね、マルチビタミンもね、僕レイズってメーカーで出してるから、これもね、飲んでほしいんだよね。ビタミンね、全13種類とマカとか亜鉛入ってるから、殺力が出たり風邪ひかなくなったりするからね、毎食後飲んでほしいな。みんな筋トレ頑張ってね。